るです。今日はカロピスフルーツパーラさん期間限定レシピ厳選メロンですねの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。カロピスフルーツパーラ期間限定レシピ厳選メロン、こだわりブレンドカルピスと甘く完熟した朝どりメロンの絶妙な甘酸っぱさ、果汁は 10% 未満ということです。そういたしましたら原材料面まずご一緒にご覧いただきたいと思います。まず果汁はリンゴとメロンが入ってるんですね、加糖ぶどう糖液糖と、脱脂粉乳、乳酸菌飲料、食塩、酸味料、香料、安定剤、紅花黄色素、甘味料、合うてますかね。あとは口なし青色素です。なんか間違ってるかもカロリーの方は 100ml あたり 19kcal ということです。しかし今日も暑いですね。原材料名読んでるだけで汗吹き出してきます。はい、こちらがカルピスフルーツパーラさんの厳選メロンの中身です。まあ何とも言えないグリーン色してるんですが、なんやろ、影になってるからちょっとだけなんか黒っぽい感じもするんですけれども、メロンのいい香りが漂ってまいります。それではお味の方チェックしてみたいと思います。うまいです。そうですね、メロン切って種の付近あるじゃないですか、あの辺のそうですね、メロンの風味がすごく詰まってて、香りがすごいメロンの風味が強いです。で、あと喉越し、多分リンゴが少しミックスされているので、最後そうですね、ただ単にメロンのその風味だけじゃなくて、ちょっとアクセントでちょっと酸っぱい感じがリンゴが出してるんじゃないかなと思うんですけど、すみません適当でちょっと僕がチェックします。うまいです。2段階でうまいですね。口当たりでまずそうですね、まろやかなメロンのテイストを楽しめて、喉越しそうですね、なんかメロン絞った汁を飲んでるみたいで、最後喉越し少しまた違ったテイストでちょっと酸っぱいテイストを楽しめる、2段階で美味しいテイストになっているんではないでしょうか。ちょっとうまいこと表現できないんですけれども、とりあえず美味しいですすいません、カルピスフルーツパーラ厳選メロン期間限定商品ということです。すいません。それでは簡単なんですが指令させていただきたいと思います。